客様が私やスタッフとの接客を通してイメージもしなかったメガネに出会えてよかったよと言われた時にすごくやりがいを感じます。お客様にいいお買い物ができた、また来るねと喜んでいただけることがやりがいです。お客様の満足いくようにみんなでおもてなしをして喜んでいただいております。よろしくお願いします。お客様にコーディネートを提案し喜んでもらい、そして笑顔で帰っていただくことにやりがいを感じます。うどん、天ぷら、おむすびをすべて手作りでこだわりを持って提供させていただいております。お客様の美味しかった、また来たいという言葉がやりがいになっております。お客様におすすめしてこれだという笑顔をいただいたときにやりがいを感じます。お客様におすすめした商品を気に入っていただけることを特にやりがいと思って接客しております。ありがとうございます。やりがいはクレープを作ってる時に美味しそうと言ってもらうとやりがいを感じ、もっと少しサービスしたりもしてます。ご提案したコーディネートにお客様が喜んでもらえることがやりがいにつながってます。お客様が求めている靴を一緒にお探しして、お気に入りの一足を見つけるお手伝いをさせていただくことがやりがいです。田中屋でのお食事がお客様の楽しみの一つになれるよう、一つ一つ真心を込めてお作りしております。お待たせしました。お客様の笑顔や感謝の言葉がやりがいとなっております。自分が提案したコーディネートを可愛いと言って買ってもらうのがやりがいです。